食いつきたくなったね。お腹いっぱい。まあこの感じなんかしないけど、酔っ払い状態とさ、この感じがなんか、ちゃんちゃい焼きやる。酔っ払いグラバーズではもうこういったあのあそこ。千鳥足。思い出す。確かに。あそこ。駅まで歩いて30分ぐらいでしたっけ？30分かかんない。うん、この夜景。30分から、うん、ここの橋渡ると近いですね。本当はね。一回だけレノムさん上がってきましたもんね。家から20キロの場所とは思えないし、あの道はあると楽なんだけど、うん、でもどこ行っていいか分かんないのがね、結構辛かったね。でも最初買った時には草買ってバイクで下まで降りれるようにしたんですけどね。ああね、それっきり。ゴージャスです。これ鮭焼いて野菜と食うっていう料理？ちゃんちゃん焼きってさ、うん、基本的にはもうそう、家でさ、もうあの全く、ね、準備しなくて食べられる料理としてさ、そしたらすごい人気なんだよね。あ、そうなんだ。鍋とさ、ちゃんちゃん焼きっていうのはさ、よく頑張って料理してますね。お味噌入れんだよね。はい、ね。もう今ここ下までは全然行けないんですよ。いいとこだな。売れちゃうんだろうな。絶対無理だ。